ごきげんよう。本日も動物園経営してまいります。さあ、前回は、間違えた。お猿さんとサイを入荷しました。で、今回はちょっと設備をちょっと整えていきたいと思います。まずこっちですね、キツネザル、ワオキツネザルの展示場にアイテムをちょっと追加していこうかなと思いますよ。置ける場所は2箇所ですね。じゃあまずこっちから、何が置けるんでしょうか。補充アイテムを補充します。あ、これ餌なんでしょうか。あ、なるほど。お、動物大好き。はい、大好きです。こっちは、あ、なるほど、餌場と水浴び場が最初から用意されていて、あ、補充しかできないんですね。じゃあここには新しく何か追加することはできないようです。では次、サイですね。サイ、餌場と今水浴び場があります。ちょっと、フンが出てる。フン片付けないと。前回勘違いしてこっちにフンがあるかと思っていたら、ワオキツネザルさんの方でしたね。さあ、ちょっと何が追加できるか、もう一回見てみましょうか。触れ合い、動物用アイテム、これおもちゃですよね。はい、置ける場所は1箇所だけ。滑り台、サイには大きすぎる、小さすぎます。ジャングルジム、チンパンジー用ですね。サイは何がいいんでしょうか。あ、プールはサイでも入れますね。他に何かサイに適したもの。お、小屋とは何ぞやという感じではございますが、きっとこの中入って休憩するんでしょうね。あー、そっか。そしたらじゃあ触れ合いの場所を設けましょう。触れ合い一回戻らないといけないんですね。よし。で、編集アイテム、触れ合い、ここ以前メニューだけ見て購入を断念しました。あ、でもお金がそんなに多くないですね。あ、でもこれによってこうお客さんが増えるかもしれませんよ。よし。ホース遊び体操では動物を洗うことができます。ゾウ、クマ、カバ、サイ。よし、これを購入しましょう。1000ドルですね。よーし、購入した。ちょっと試しにホース遊び体操をやってみましょう。お、ホースがついております。動物を洗う。おー、お、動物が来ましたね。右スティックで狙って RT で洗う。よし、じゃあ、おお、気持ちいいですか。じゃあ、この水の表現がすごく綺麗ですね。あ、進行状況が上がってますね。あ、これによって動物の欲求を満たすこともできるという。あ、そこが気持ちいいんですね。顔とかどうです。あ、やはり顔は目とか染みますね。よし、じゃあ、こう、お、マックスです。皮膚が濡れていく表現がとてもリアルです。よし、やった。サイは今幸福度はどれくらいでしょうか。飼育環境の満足度が低いですね。なんでだろうな。おー、ちょっとわからないですね。あ、もしかしたらもう一匹サイ入荷すればいいのかな。お、今気づいたんですが、チャレンジが追加されていますよ。触れ合い賞、動物と一緒に触れ合う餌やりの賞を見たいそうです。餌やりの賞ですか。触れ合い賞、従ってみましょう。じゃあちょっと、このチャレンジを達成しましょう。餌やりですね。っていうことは、さっきのホースのような餌やり、ホースを置くように餌やり場も置かないといけません。しかしここにはもう追加できるものはないので、ちょっとここは狭いですね。なので新しく動物を追加しましょう。
よし、展示場。サバンナ、サバンナはもうあるので、次はツンドラ。順番に置いていきましょうか。ツンドラ、かっこ小。1200ドルですね。お、でかい。相変わらずでかいです。さあ、このツンドラを、そうだなぁ。ここに置いちゃうと、入園前から入れちゃうような。入園前から入れちゃう。入園前から見られちゃうような気がするんですが。でも、いいかもしれない。よし、じゃあここに置きましょう。ここに、ツンドラ。ガシャーン。あ、お、格付けが上がりました。清掃員事務所。お、これで動物園をきれいにしてくれるわけですね。セネガルライオン、トラ、シベリアトラ、カバ。カバいいですね。カバって結構、獰猛というか強いらしいですよ。こう温厚に見えて実は縄張り意識が強いとか。そしてツンドラの宙が解除されました。今置いたのはショーですね。おー、そしておもちゃ、遊具、などなど、木ですね。あとは、木も置いていった方がいいのかな。あ、研究しないといけません。そうだ、研究。今回、じゃあ、ちょっと、どうしよう。まず、研究先だ。よし、研究、研究はここのゲートからできたような気がしますね。ここでは入園料や広告、そして経営状況が見られます。今回は研究を選んで、で、なるほど、ランクによって研究できるものとできないものがあるんですね。じゃあどうしよう。繁殖の可能性プラス 10%。広告、お客さん増やした方がいいのかな。買い付け費用がマイナス 5%。コンセッション管理費マイナス 10%。あ、これいいですね。あ、でもこれは、あ、そっか。これ、星の数が足りていないということなんですね。この星5って書いてあるのは。で、足りているのは、こういう風に、何も、星が表示されないわけですね。じゃあ、ちょっとコンセッション、ハンバーガー屋さんですね。これの管理費を下げましょう。決定。はい。よし。一度に研究できるのは一つまで。じゃあちょっと入園料も見てみましょう。今入園料は普通になっていますね。ちょっとあまり普通でこう期待させといて、こう3種類しか動物いねえじゃねえかと言われてしまうので、ちょっと最初は低めにして、まずは知名度を上げていきたいなと思いますよ。よし、これで研究。研究もう終わっちゃった。早い。研究早い。じゃあもう一個やりましょう。研究。で、コンセッション。で、展示場の管理費マイナス 5%。よし。これを研究。30秒ですね。すぐ終わっちゃいますね。これ、次選んだらどうなるんでしょう。キャンセルしますか。あ、なるほど。じゃあ一個ずつやっていかないといけないんですね。結構研究すぐ終わるので、じゃあ、あらかじめやって、こう、待機時間に、他の世話とかするっていうのを今、考えていたんですけども、そういうことをしなくてもすぐ終わってしまうんですね。よし、じゃあ、ちょっとここに、動物を、追加しましょう。ツンドラですよね。ツンドラ。ツンドラはキリンさんでしたっけ？あ、違いますね。川違う。熊違う。サイ、サバンナ。サバンナ。ツンドラにあった動物がいない件について。あれは、何も考えずに置いてはいけないんですね。ツンドラ、サイ。じゃあ、まず、星2つの動物を入れて、で、後でまた、ツンドラの動物が出てきたら、そっちに移動させようかと思います。トラいいですね。トラ。肉食動物。そうですね。今のところ草食動物しかいないので、トラかライオンかと言ったら、トラです。よし、トラ、ツンドラ、星二つ。十分ですね。トラって高そうなイメージですが、ベンガルトラ。
おっと、このベンガルトラに関してはツンドラはダメなのかな、シベリア、そういうことか。じゃあそうだな、クマさんですね。あとはクマさんツンドラに、よし、クマさんにします。灰色グマ、はい。最初の群れの単位はどれくらいなんでしょうか。とりあえず一匹イザベル、ホリー、トリスタン、イザベル、おー高いですね。じゃあトリスタンくん、ハイログマ、学名アーサス・アークタス、読めないは、北アメリカのヒグマの亜種で、カナダおよびアメリカ合衆国と北部一帯に生息しています。群れの最小単位が2ですね。で、絶滅危惧 1B 類、あ、これ絶滅危惧種なんですね。そっか、じゃあ大事に育てていかないといけませんね。ツンドラに入れてしまっていいのかちょっと不安ですが、せっかく置いたこの、場所ももったいなくなってしまうので使っていきましょう。お、ヘリコプターが来ました。今回は空中からの搬送を見ていきましょうさあ、もう一匹買いますよ。クマ、ハイログマ、もう一匹カタリーナ、メスが欲しいんですけど、あとはこのちっちゃい子とカタリーナしかいないですね。1500プラスすれば赤ちゃん、あーどうしようかな高いですね。しょうがない、カタリーナ行きましょう。よし、カタリーナ、ハイログマ、買い付け。あー、お金が最初2万5千ドルあったんですけど、ちょっともう買い物は、あ、でも最低限のものは揃えていかないといけません。お、お客さんが見に来てますよ、イエーイ。よし、ツンドラ小1には水浴び場がなくて動物が汚れてきています。あ、大変だ。じゃあ水浴び場と餌場を追加しましょうか。じゃあ置ける場所はやはり3箇所ですね。ではそうだな、ここに、じゃあここに餌場を置きます。クマさんは雑食ですよね。お魚も食べるクマ、あ、でも魚ちょっと匂いが気になりますねフルーツコーナー置きますか。野菜食べますか。野菜は食べないようです。クマ、じゃあフルーツコーナー、フルーツコーナーもう置いてるから、やはり魚コーナーですね。よし、魚コーナー、お、ちっちゃい、フルーツコーナーと比べるとちっちゃい。そしてじゃあ、ここに水浴び場を置きます。この水浴び場、外の見てるお客さんにまでかからないか少し心配ですね。さあ、ヘラジカの水浴び場、これ買いましょう。よし、これで完璧です。あと触れ合いが置けますね。これくらいでいいでしょう。あまり使いすぎるとちょっと破産してしまいますのでよし、クマも追加されました。お知らせをちょっと見てみましょうか。はい、ツンドラ1の木彫りのヘラジカの水浴びは動物にすごい効果を発揮します。はい、あなたがショーを行わなかったのでがっかりして、あ、過ぎてしまったのかな過ぎてしまったようだ。いや、完全に忘れていたじゃあちょっと触れ合い、餌を、クマさんって大丈夫かな、餌やり体操、ゾウとキリンしかできないんだ、ホース遊び、あー、そっか、ゾウとキリンか。よしよし、ゾウさんに言うかしよう。ちょっとお金が貯まってからねあー、そっか。他お知らせを見てみましょう。研究が終わっておりますね。ちょっとお金が、新しいチャレンジが今追加されましたね。見てみましょう。ツンドラショーの動物たちが退屈しているようです。展示場に動物
用アイテムを設置して欲求を満たしてあげましょう。ボーナスがつくんですね、飼育環境アップによるボーナス。おお、これは動物用アイテムということはおもちゃでしょうか。ツンドラですね。ツンドラはシュイーン、こっちですね。これツン、あ、これサバンナか。あ、ツンドラここですね。じゃあここにおもちゃを置きましょう。今回は簡単そうでよかった。じゃあちょっとこのチャレンジを選択して、展示場の編集アイテム、動物用アイテム、よし、クマさんだったらいろんなおもちゃで遊んでくれそうです。滑り台、クマ、お、星3つだ。そしてジャングルジム、テーブル、プール、よし、やはり滑り台ですね。置きましょう。あ、滑り台にもたくさん種類がある。どうしようかな。木の滑り台、石の滑り台、石の滑り台がいいんですが、これ研究にどれくらいの時間がかかるだろうか、間に合うだろうか。研究してみましょうか。はい、早いですね。結構左上に表示されています。あと3秒で終わりますね。よし、これで、滑り台、石の滑り台が置けます。チャレンジャー、よーし。この後ろのこの何でしょう、大きな岩があるので、やはり石の滑り台が合うかなと思いました。よし、これで、よいしょ。飼育環境の満足度はやはり低いですね。お、遊んでくれる？早速？すごく大きいです。高い、高いぞ。あら、あ、なるほど、人間と同じ遊びはしないんですね。それともこれからこう模索していくんでしょうか、遊び方を。よし、さあ、お金は順調に増えておりますね。ちょっともう一回動物園の全体を見てみましょう。お、結構動物園らしくなってきました。お、よいしょ。カメラ移動が難しい。ここなんか欲しいですね。あ、ちょっと動物の幸福度を見てみましょう。あ、皆さん幸せそうですね。そして空腹度、よし、大丈夫だ。清潔度、大丈夫だ。社交欲求、大丈夫だ。飼育環境、良くない。飼育環境どうしたら良くなるんだろう。レベル、おお、来園者の満足、あ、満足度あまり高くないのかな。あ、チャレンジが追加されました。ちょっと見てみよう。チャレンジ、謎のスポンサーが動物を野生に返すための資金を現金で提供してくれました。動物を1頭選び、レベル15にアップさせた上で野生に返しましょう。そしてこれが残り時間が書いてないですね。ある動物専門誌から南シロサイの写真をリクエストされました。雑誌掲載用に良い写真を撮影してあげてください。あ、これは簡単そうだ。これやってみましょう。じゃあシロサイ、よし、バギーを呼ぼう。フィービー、よーし、ぷっぷー。さあ、サイはどこだったかな。よいしょ、よいしょ、あ、向こうだった。あ、ぷぷー。 A ボタンでクラクション、 B ボタンで降りる。で、 X でサイドブレーキですね。よし、ドリフトだ。キル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 、よし、到着です。降ります。あ、ボタンを間違えてしまった。よし、ここですね。で、サイの写真、こうただ立っているサイを撮るのも面白くないので、あ、フンがあるぞ。フンを片付けないと。フンをチチンプイプイ、はい。なんだチチンプイプイって。さあ、ちょっと写真を3分以内に撮らないといけませんね。写真、どういう写真がいいかな。やっぱ水浴びしているようしている時の写真がいいかもしれませんね。さあ、じっと
シャッターチャンスを伺って水を浴びてくれないかな。あ、環境の満足度、あ、動物に幸せを、動物に幸せを、なんでしょうね。浴びないですね。この清潔度が高いので、どうしようかな。じゃあ仕方がないので、このありのままの際を、あ、糞が映ってしまう。これはいけない。ドアップでどうしようかな。どういう風に撮ろうかな。よいしょ。お、浴びてくれる、浴びてくれる。残念残念。これでちょっと送ってみますがいやー、これはダメだ、これはダメだ。ちょっと糞を片付けてしまいましょう。あと40秒しかない、あと40秒しかない。急いで、糞、よし、糞片して、40秒しかないぞ40秒じゃない、もう終わってる、終わってた、終わってた。40分になってましたね。あらまた達成できず、あ、残念。写真撮っておきましょうか。じゃあ写真だけ、はい、あお尻を向けられてしまう。今は機械が悪いようですね。あ、そろそろ時間がやってまいりました。じゃあ今日はクマさんを追加してしましたということで、また新しく動物を揃えていきたいと思うので、よければ次回もまた見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。